チャーリー・ラウズはアメリカ合衆国のハードバップジャズのテナーサクソ本奏者でフルート奏者。1959年から1970年までセロニアス・モンクのカルテットと活動する。その間モンクの側近中の側近だったことから大きな影響力を持つようになった。その後はモンクへのトリビュートバンドスフィアの創設メンバーとして知られるようになった。 マルウォルドロンのクインテットとも共演している。演奏中のラウズはほとんど直立不動で、まっすぐ先を見据えており、いかめしい印象を与えた。シアトルの大学病院において、肺がんのために他界した。64歳であった。くしくも同日、モダンジャズの巨星たちの被護者として知られたパノニカド、コーニングズウターがニューヨークに没している。小惑星万番は、 発見者であるアメリカ合衆国の科学者、天文学者、ジョー・モンターニによって、チャーリー・ラウズと命名された。モンクとラウズの愛好家であったモンターニは、ちなみに以前にも小惑星1091番に、セロニアスと名付けている。いずれも小惑星体の中にあり、後天周期は約4年である。レ・ジャズ・モード、ル・モード、ジャズ・モーズ。 スフィアデイブベイリー・クリフォード・ブラウンド・ドナルド・バード・ベニー、カーター・ソニー・クラーク・アート・ファーマー・ジョー・ゴードン・ベニー、グリーン・ハンク・ジョーンズ・デューク・ジョー・ダン・セロニア・スモンク・オスカー、ペティフォード・ルイ・スミス・アート・テラー・マル・ウォルドロン。ありがとうございます。